はい、皆さんこんにちは。4月21日金曜日がやってまいりました。今日もアーバン市カリフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞ、コーチアレックスでございます。お付き合いくださいませ。さて皆さん、大谷さんがなんと見事に7イニングを投げまして11個の三振を取りました。3勝目を挙げいたしましたので、非常にありがたいものでございますね。まあ途中でいろいろありましたけれども、まあ素晴らしいピッチングでも完璧、もう言うことはない。ただ言いたいのは、チームエンジェルスに言いたいことはですね、なんでこの大事な時に一番お金をたくさんもらってるとか、またやこの間遊んだばっかりじゃないの、あのトラウトまた休んでんの。あれ2点しか、あの彼、あのキャッチャーの彼がね、あのホームランでも打たなかったらね、どうなってたのか。本当にね、あのだから大谷さんもう出ていくのよ、本当にもう冗談じゃないよって。もうね、あのコーチレビンにしても、ジーマーもあのマジックもね、大谷さんがね三振取るから頑張るんだって、ね、あれだけ頑張ってもし負けたらどうしてくれるのじゃという感じでございますけどね。もう非常にね怒りになってますね。なんであれだけもらって休むのかは分かりませんが、調子悪いのかどうか分かんないんですけど、まあ勝ちにいってるという感じはないね。うん、だからやっぱりいろいろ起きり得るんだから、何が起こるか分かんないということでございましたね。まあということでございまして、あとはですね、ランキング、大谷さんがピッチングではまあ第2位ランキングになってますね。今回のピッチング、素晴らしいピッチングしたから、また下がりましたね。あれが後であれを話しますけども、それからメッツのですね、この方シャーザー10試合の停止を出ました。はい、それからまあね、3対9でね、連続、まああのあれですよね、あの その逆転負けしたっていうのはね、むしろがっかりしてますけどね。それからオハッピーね、まあ、乳房役と言いますかね、相棒のオハッピーがね、調子、大谷さんのね、あれがね、調子悪かったっていう、まあ、ちょっと早く良くなるようにということでございますね。で、トゥインズの前田さんもそうですね、なんかかわいそうで、なんかすごいね、早く良くなりますようにということでございますね。はい、ということで今日はですね、なんと、あの日だったね、あの夜、なんと言いますか、スターウォーの夜でございましてね、まあ、一応ね、大谷さんがですね、あのこういうふうに言われてます。今日の彼のパフォーマンスは MVP パフォーマンスだったよと。それから彼は He is Magic 大谷、もうマジックみたいな、マジックペイじゃないですよ、マジックということは本当に驚くような、いわだね、ケーズ11、まあ三振11個取って、まあ2対0で勝ちましたねということで。そしてですね、これ今日はこのスターワーズの夜でございまして、まあそういうこともあって、まあこの大谷さんのですね、これはね、これ見るとね、なんかね、昔の吉幸像っていうふうに思い出すんですけどね、もうちょっと違うようにしてほしいなと思います。まあということで、ちょっとこれいきましょうかね。はい、どうぞ。Giants have been on fire, a record number of no-hitters, but Shohei Ohtani is the story of this season. On the mound, very few pitchers as tough to hit as Shohei Ohtani. In the batter's box, how about this, 74 extra base hits is second in the entire major leagues. That's not all he can do, folks. This guy's got tremendous speed on bases, 23 stolen bases this year. He can do it all. Shohei Ohtani actually made the time. みんなのほらね、スターウォーズ。大谷翔平。まあ我々ねすごい喜んでおりますけどね、あれ見て、これボールがね、あれに、あれのマジックになってる。我々こうやって喜んでますけど、やっぱりね、腕を大事にしてもらわないと、長くやっぱりやってほしいんですよね、ずっとね。
はい、ということでございましたね。はいはい、続きましてこれ、はい、あのショータイム、まあね、あのビッグ A っていうのはですね、まあ救助、うちのあのエンジェルスのね、この救助のことをビッグ A って言うんですけどね、ビッグエンジェルス。でニューヨークの方はあのビッグエポルって言うんですね、エポルね、アップルとペンってやないんですけど、まあそういうこと言うらしいんですけどね。で大谷さんがもうすごいよ、はい行くぞって、今日はもう完璧でございましたね。はい、こちらから行って、ほら、ショータイム returns to the big A、 ビッグ A にショータイムが戻ってきた。そしてこれは The greatest showman puts on the master class、 マスタークラスのもう偉大なグレーテストショーマンを見せましたねということで、まあそのショーマンのね流れをちょっと行きましょうかね。はい、ファーストイニング、まあとにかくね、いろんな情報あるけれども、皆さんがやっぱり早めに、ね、ピッチングを見たいんじゃないかなと思ってね。で、ピッチングから決めたいと思います。まずは1イニング目でいきましょう。はい、どうぞ。So one start his entire career at center was Shohei. And quickly ahead 0-2 on Witt Jr. Well, that's just get. So he got a miss. Off to a good start.Always an opportunity to get smart when I was filling in, but you can't get rid of me just yet. ギリギリだね、今のね。That's lifted. See if that stays in play. これはファーボールなんですね。Oh, another one. Oh, nice shot. Incredible, historic type. Oh, いいね、いいね。He gets ahead of with Ohtani. Strike two. He's just got it all working. フォークボールですね。もううまく打ってましたね。もう大谷さんがね自分でやってるから、もうこの人これが待ってるだろうと思ったら、それの違うボール投げたりとか、もうこれで彼に見せたらまた来るだろうと思ったらまた投げて、すごいね、やっぱりね、そういう頭の切り替えもなきゃダメですね。さすがですね、ショーヘイ・オータニ。はい、2番目のイニングで参ります。どうぞ。パレス、フィッシュ、グラウンドボール、レンドン。はい、ナイスピッチ。2人目。このボールがね、ちょっと抜けちゃうね。あれがね、抜けなくなったら最高で。これが危なかったですよね。高めに浮いたでしょ。もうちょっとでホームランだったよ。危ない危ない。あれ、本当はもうちょっとね、高めかもっと低めに投げるはずだったんだけど、もう行ってしまったからしょうがないなと。それはね、何球があった、何球がありましたけど、助かったんですよね。おお、内角やってくれたね。はい、ということでございまして。はい、次は3イニング目いきましょう。お願いします。No.3 イニング。これこれ、このボールがね、決まりだしたら大変ですよね。これは真ん中に入っちゃうのよ。だからほら打たれちゃってる。あれをね、真ん中に入れたらダメなんですね。入れてないつもりなんだけど、行ってしまうんだよね。ナイスピッチ。ナイスピッチ。あ、今のね、すごいんだよ。あのアンパイアも言ってました。言ってましたけど、大谷さんが。取らずに、わざと取らずに、あの向こうを生かしてダブルプレー取られてたんだと。これファウルボールだけどね。あれはやっぱり大谷さんの勝ちだよね。あのあれをやって、やっと打ってたら、フォースアウトだけだったんですよ。もう最初から、はいどうぞ、僕の帽子みたいな何もしてませんよということでね。素晴らしいね。続きまして、Ladies and gentlemen, inning number 4! 4番目のイニングをさせていただきます。どうぞ。このボールが決まりだしたらね。うん、これはいい。ああ、ナイス。
100マイル。このボールですよ。このボールが決まりだしたらね、ちょっと流れちゃうんです本当に。ずっと大谷さん見てるけど、あのボールが決まらないの。お、これ決まった。はい。の3-2。これちょっとね、決まりましたね。ダブルプレー素晴らしい。ネイトは頑張ってるじゃないですか。はい、グレートジョブネイト。ショートスタブル、新しい若い子打てないけど、あんまりね、今日はね、出てくる2つもやってましたよ。はい、レディーズ・ジャマン、ナンバー5イニング、イニングナンバー5でございます。よろしくどうぞ。レッツゴー。これはね、あれ中に入りました。これもそうです。ショウヘイは取りますよって言ってんね、私は取りますからって言って。やっぱりさすがね、大谷さんが早めにそこ行っちゃうね。一塁にボケーって見てるわけじゃないからね。はい、ということでございました。素晴らしいね、見てても本当に。あのショータイムで、レディー・ジョン、ナンバー6イニング、イニングナンバー6、どうぞ参りましょう。このボールですよ。このボールが入らなったらすごいだろうねと思って。このね、ERA がですね、これほら、こういうふうに出てますからね、これ下がりましたからね。これ、下がりましたでしょ。はい、スター・ウォーズの人がもうポーズやってますよね、こうやって。ナイス、ナイス、ピッチ。あー、98マイル。ナイス。すごい、71。ふよっとこう下がったね。ほんとすごいね。はい。Ladies and gentlemen, number 7 inning. 最後のイニングでございますけど、ちょっと行きましょうか。はい、よろしくどうぞ。危ないね。今ぶつかったのかなって感じで。ナイスピッチ。ああ。はい、グッジョブ、シャヘイ・オオタニ、イエーイ。7イニング完璧、3勝目、11個の三振、素晴らしいですね。はい、最後はですね、この人、なんと言いますか、この人ものすごいあれだ、キハダ、キハダ、ね、出てきまして、最後の人を取った時もちょっとこう流れ、はい、これを。うわ、behind the plate, but Shohei Ohtani, he's on another planet. Ohtani, seven scoreless innings, two hits, 11 strikeouts. His ERA this year, 0.64. This one you thought. はい、ということでございましたね。いやいや、もう本当にね、素晴らしかった。今日はね、もうね、あと1位にワンヒット打ってますけど、まあ、ピッチングこれだけ見せてくれれば、もうね、もう我々分かってますから。それでまあ残念ながらね、点数が入らなかったんですけど、彼が打って1、2になったんだけど、まあということでございまして、じゃあこれからいきましょうかね。この3人がね、ゲリット・コールとオショヘ・オタニと
ルイス・カステイオが3人がね今トップに入ってるんですね。それちょっと行きましょうかね。はい、じゃあ参りましょう。先発投手力ランキングの紹介。現在ゲームのトップアームは誰ですか？うん、先発投手は打てないもので毎日私たちを魅了します。うん、速球はジュージューと音を立て、変化球はスイープして急降下し、チェンジアップは急降下してフェードアウトします。ワークロードは以前ほどではなくなったかもしれませんが、すべてのピッチの質はかつてないほど高くなっています。では現在ゲームで最高の武器は誰ですか？その質問に答えるのに役立つ先発投手パワーランキングがここにあります。はい、MLB.com の専門家からなる委員会はもちろん生データだけでなく結果も分析し、最近のパフォーマンスと実績のバランスを取ることを任されました。はい、これが私たちの最初の先発投手パワーランキングです。はい、1. ヤンキースのゲリット・コール。うん、この方ですね。今年はコールの年になるのでしょうか。サイ・ヤング賞の投票では2位に2回、4位に2回、5位に1回となっています。彼は1回の勝利、1回のエラ、1回の FIP、1回の三振対準球率、2回の三振でリーグをリードしています。これまでのところ、32歳の今シーズンは全てがうまくいっているように見えます。はい、彼は最初の4回の先発出場で勝利を収めており、最後の試合でのツインズの完封を含め、防御率は 0.95 で、対戦相手の打率はわずか.144、212.178 でした。はい、ということでございまして、続きましてこの方、大谷翔平いきましょう。はい、お願いします。先発投手力ランキングの紹介。ああ、現在ゲームのトップアームは誰ですか？いや、こちら大谷さんの方の入れたつもりでいるんですけど、ランキングのちょっと違いましたかね。じゃあこれいきましょうか。選挙グラビン今回の誰ですかっていうことで、大谷さんのはない。先発誰は誰ですかって同じの入れましたね。ごめんなさいね。大谷さんの分があったんですけど、どっかへ行ってしまいましたね。じゃあこれルイス・カスティーヨさんのいきます。はい、サンブ・ルイス・カスティージョ、マリナーズ。シアトルは昨年のトレードデッドラインでカスティージョを獲得し、クラブがポストシーズンの干ばつを解消するのを手伝った後、右腕は太平洋岸北西部での最初のフルシーズンでこれまで以上によく見えます。カスティージョの防御率は 0.73 で、最初の4試合のうち3試合で無失点、2安打以下でした。打者は2.24.083で、彼の4シームファストボールに対して13奪三振です。はい、ということで、あと4位はですね、この方ですね。もうここもこの頭見てみると分かるんですけどもね、シーン・マクランハン、レイズですね、タンパベイ・レイズ、ここですね。そしてパブロ・ロペス、ツインズですね、この方。そしてこれはこちらですね、マリナーズの方ですね、これルイス・カステイオさんね。でジェイコブ・デクロームがね、もう彼がレンジャーズに行ってしまったこの方。それから、この方、本当ね、ディーラン・シーズ、ホワイトソックス、彼ですね。そしてスペンサー・ストライダー・ブレイブス、アトランタ・ブレイブスの方。まあこれ順位までこうやって出ておりますけど、まあここにエレ・ドジャーズの方もいますし、あとはトゥインズのね、サニー・グレイというトゥインズにもいますという方がいますけどね。はい、ということでございます。続きましてこれでございます。大谷さんの、もう大谷さんは今まで活躍したものちょこっとだけ載ってましたんで、それをちょっとまだごめんなさいね、ありしましたけど、一番出してほしいのは大谷さんなんだよ。はい、じゃあ参りましょう。どうぞ。大谷さん。大谷翔平が今季初の2試合連続無安打と沈黙。エンゼルスも3-9でヤンキースに連敗。エンゼルスの大谷翔平が現地4月20日日本時間21日敵地でのヤンキース戦に2番 DH で先発出場。3打数無安打1四球で今季初めて2試合連続無安打に終わり、チームも3-9で連敗を喫した。
相手先発の左腕コルテスと対戦した第1打席はピッチャーフライ。3回の第2打席は西1、3塁のチャンスでセカンドゴロに打ち取られ、5回の第3打席も同じくセカンドゴロ。7回の第4打席は左腕テラルタを相手に四球を選んだ。チームは初回に5点を奪われる苦しい展開。大谷にもチャンスが回ってきたが、この日は快音が聞かれなかった。快音。5点を追いかける3回は西1、3塁のチャンスで凡退し、5回には8番オホッピーのタイムリー、1番ウォードの犠牲フライで2点を奪ういい流れの中、続く大谷は初球のカットボールを捉えきれずにセカンドゴロに終わっている。これでヤンキースとの3連戦は1勝2敗で負け越し、現在17連戦中のエンゼルスは本拠地に戻り、明日21日、日本時間22日のロイヤルズ戦に備える。大谷は今季5度目となる先発登板の予定で、連敗ストップが期待される。連敗ストップはしました。はい、素晴らしかったですよ。はい、ということでございました。では続きましては、あ、シャーザーね、この方もね、 8ゲームダメなりましたね。8ゲーム、はい、参りましょう。10試合、はい、どうぞ。メッツのシャーザー、10試合出場停止。米大リーグ10試合、はい。サンフランシスコ知事、米大リーグ機構 MLB は20日、粘着物質使用の疑いで前日のドジャース戦中に退場処分を受けたメッツのマックス・シャーザー投手に10試合の出場停止と罰金の処分を課したと発表した。シャーザーは20日のジャイアンツ戦前に取材に応じ、処分を受け入れる意向を示した。うん、そりゃそうだよね。もうやっぱりこれ、みんな平等にやらなきゃいけない。はい、続きまして、ローガン・オハッピー、大谷翔平の相棒。かわいそうですけど、どうなってるんでしょうかね。はい。何か情報入ってますかね。大谷の相棒オハピー負傷、途中交代にネット悲鳴。明日大谷先発、キャッチャーどうなるの。エンゼルスの大谷翔平投手、28期の相棒ローガン・オハピー捕手、23が20日、日本時間21日敵地ニューヨークでのヤンキース戦に8番捕手で先発出場。9回の打席で左肩を痛めて途中交代した。大谷はこれまでの4試合すべてでバッテリーを組んでおり、明日21日、同22日のロイヤルズ戦の登板への影響が懸念される。この途中交代にインターネット上には、あのえぐい球をちゃんと取れる人をすぐに用意できるのだろうか。翔平くんの相棒はオホッピーじゃなくちゃ、離脱は痛いね、打てるキャッチャーだけに、マジか。離脱痛すぎるけど、まだ若いし、しっかり着直してほしい。肩もメンタルも心配だし、明日は大谷さん先発だし、キャッチャーどうなるの、などの声が上がっている。6点を追う9回無視、三塁線を破る打球を放ったオハピーが打席で膝をついて顔を歪めて左肩を押さえてから、一塁に向かった。一塁ベース上では、手で顔を覆い、懸命に痛みに耐えている様子が見て取れ、ベンチに退いた。17日、同18日ものレッドソックス戦でも同じようなシーンがあり、同じ箇所を痛めた可能性がある。オハピーは、ここまで大谷が登板した全4試合で捕手を務めてきた。大谷は、明日21日、同22日のロイヤルズ戦で投打二刀流で出場予定。前回登板は雨天中断の影響でわずか31球、2回限りで降板したため、メジャー移籍後初めて、週3日での登板になるが、オハピーは抜群のキャッチングで大谷をサポートしてきただけに状態が心配される。確かにね。試合後オハピーは、今後について、現時点ではわからない、まだ起こったばかりなので、と話した。また、ネビン監督は、先週、ボストンで起こったことと似たことが起きた。医師に見せないといけない。直後はかなり痛がっていた、とした。まあ、ということでね、ワンラックがね、入ってきまして、打てる人じゃなきゃいけないって、本当にツーランホームランって、彼のおかげで、この今日のゲームを勝ちましたよ。だから、本当、トラウトがね、なんで休んでるのか、いまだに分かんない。はい。健太前田が相当かわいそうに見えてますけど、みんな一生懸命彼倒れたのであれしてますけど、
ちょっと内容聞きましょうか。お願いします。 MLB ツインズ前田健太悶絶、180キロライナー直撃で左足首打撲2回で降板3敗目。180キロですか。米マサチューセッツ州ボストン20日、日本時間21日、敵地でのレッドソックス戦に先発したツインズの前田健太投手35が左足に打球を受けるアクシデントに見舞われ、2回でマウンドを降りた、うん、初回にいきなり1番バードゥーゴに先頭打者弾を浴びたが、その後は西から初対決の4番吉田を右直に打ち取るなど最少失点でクリア。だが2回西2塁の場面で8番デュランと対峙した際、相手の放った打球速度 111.6 マイル、約180キロの痛烈なライナーが左足首付近を直撃した、うん、その場でうずくまりながらマウンド前に転がった打球を素早く処理し、1塁へ送球してアウトを奪い、チェンジとなったものの前田は立ち上がることができず試合が中断、うん、ベンチから飛び出したバルデリ監督やトレーナー陣らに解放されるもしばらく動けなかったが、スタンドのファンからの温かい拍手を受けながら最後はなんとか自力で歩いてベンチに戻った。素晴らしいね。でもね、10日で迎えた今季3度目の登板は2回1安打1失点1四球、チームは5敗分11で大敗し、自身もトミー・ジョン手術後の初勝利はならず今季3敗目を喫した、うん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 、球団広報からは左足首の打撲と発表され、試合後の前田は骨に異常がなかったのでとりあえず骨は大丈夫、あとは時間が経つと腫れや痛みが出てくる可能性もあるので明日以降の様子を見てという感じだと思うと気丈にコメント。打球直撃については死ぬほど痛かった、死ぬほど痛かった、すごい、ね、立ち上がれなかったからと振り返っていた、うん、いやーすごいね。うちの子もですね、オールスターのですね、子供のあのクーパースタウンに行った時にボールぶつかったんですよね。ぶつかったらもう痛いって言ってね、ボール取らなかったのよ。彼はね、あれだけすごい痛いのにボール取って投げてそれから痛いって言ってるのよ。もううちの子は、まあ、若いこともあってこっちのが先で、ボールはだからカントからと言われたのよ。ボール取ってまず一塁投げてから考えなさいって言われたんですけど、彼はねまさにそのことやってくれたんだよね。素晴らしい。いや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 、なかなかもうできるものではないですね。はい、それでですね、まあ今日私が一番痛いことここなんですね。テイラーワード、ショヨタニ、ここにアントニー、アントニー・レンドンはもう後ろに入れてほしいね。ハンターはもうちょっと前に持ってきてほしいんですけどね。ハンター・レンフローで、マイク・トラウトが休みなの。でどうなってんのか。ブランドン・トロリもあんまり打てない。オリジナルは OK。ルイはまあまあ、ザック・ネット。まあ、今よくあれだね。2点で勝ちましたね。この人のおかげですよ。チャード・ウォラック。彼が打たなかったら取れなかったんですよ。だからね、本当に勝ちたいんだったらちゃんと出てやってほしいものでございますけどね。まあもうこのチームは、まあここで見てもらえます、わかります。ミネソタ・トインズがトップでね、今ね、アメリカンリーグのセントラル中部地区はね。で、クリーブランドがあって、デトロイトがあって、シカゴ・ホワイトソックスがあって、今来てるカンサスシティが4勝15敗しかしてないの。で、エンジェルスはこちらの方で3位に入っておりまして、9勝10敗。だから4歳だから当然勝つんだけれども、分かんないですよ、割ってみないと。まあそういうことがあるんでね。そして、まあそういうことがあったんだけど、一応ね、このやって見てもらいますように、この2点だけですね取ったの。その後打てないの。だから打てなければあれも取れない。だからワーレックの、このワーレックのホームランと、このトップパフォーマンスの中に大谷と彼が入ってますから、ここでパフォーマンス11の三振取ってますよと。 7イニング投げて2ヒット打たれたのは2ヒットですよと言っておりますね。で、大谷さんが3勝、防御率が下がりましたので 0.64 になりましたね。いや、それは素晴らしい。はい、で、ワードがですね、 3打数1安打、大谷が4打数1安打、レンドンは0安打、レンフローが1安打、ドゥルリー0安打、オリシェラ1安打、レンフロー1安打、フィリップス0安打、ネト0安打ですね。ボーラックはホームラン打ったから1アンダー。だからこれね、打ててないのよ、本当に。ヒットが6個あるかないぐらいです、これ。だからこれをね、考えなきゃいけないよ。もう相手のいいピッチャー来たら、もっとさらに打てないんじゃないかなと。
ね、大谷さん頑張ってくれなかったら、うちの人がね、あの 若いのがね、2、3人いるんだけど、だからもう大谷が出ていくよ、思う。もうこうどうしてもね、どうしてもね、やっぱりヒリヒリしたい。それからやっぱりね、プレーオフに出たい。PF ね、プレーオフ、PO。出たいんだけど、出られないよ、今のままでね。はい、続きまして、この方でございます。はい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 、はい。ピッチャーは、7イニング投げて、ヒットは2。あの、アンドランね、あの、実績の点数は0ですね、与えたのは。バーベキュー2つ。やっぱりそうですね、0.64 に下がりましたよ。で、エステベスは、まあ、悪くなかったみたいですね。まあ、相手のチームも、そんなすごく打てないチームだから。で、木肌もちゃんとしっかりも決めまして、ストライクアウト2つで終わらせております。はい、ということでございまして、今日は21日でございますね。これですね、大谷さんが投げて、もう素晴らしかったですね。はい、これを皆さんと一緒にやりたいですね。はい、これは3勝になりましたから回すべきですね。はい、行きましょう。はい、はい。それでは、はい、せーの。はい、どうぞ。3勝目おめでとうございます。2回目、3勝目おめでとうございます。はい、ということでございましたね。そうこう言ってるうちに皆様の頼りの時間がやってまいりました。いつもありがとうございます。さあ参りましょうかね。はい、この方から、ズガドーン、ズガドン。はい、ズガドンさん、よろしくお願いいたします。参りましょう、どうぞ。はい、ズガドン総帥さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。サンドバルも1回に5点取られても、その後は0点に抑えて、はい、辛いピッチング頑張ったですよ、涙顔。確かに、はい、おハッピーが痛めての1塁走り切ったのは男でしたよ、涙顔。ほんとほんとほんと。相撲の千代の富士も肩の脱臼で泣かされて、筋トレで外れる癖を克服したので、肉体改造した方が良いのかな。あ、そうなの、治ったらまたあの素敵なスマイル見せてほしいですよ。本当だよ。ネトがこれで覚醒してくれれば良いのだが、うん、今日良かったみたい。全然活躍してないんだが、冷やせ、あんた大事な場面でゲッツーしてたでしょ。した。私の気のせいかにゃ、冷やせ。いやいやいや、そうです、したした。私やね、野球にわかだけどね、野球に関しては新人には厳しいので有名なんだい。ちょいとしっかりしておくれよ。お前さん、本当だよ、ネト、ネト、ネトまりしてんじゃないよ、しっかりしろよって感じで、今日はね、あのすごいジャンプしてね、あのヒット性のボールを取りまして、あとはあのデッドボールを2回も食らって頑張ってるようでございます。ショートがいないからね、いいのね、彼頑張ってるようでございます。はい、いやいや、そうですか、ズガドンさん素晴らしいね。はい、続きましてクジラさん参りましょう。はい、どうぞ。クジラ座流星群さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。日本語で言う壊れたを英語、ブロークンブロークンと言ったのではと BSNHK の番組の解説の人が言ってましたよ。おー、ブロークンね、日本語で言う壊れたのはブロークン。おー、何が壊れたのかあれなんですけども、ブロークンね。はい、わかりました、ありがとう。ゲバゲバという感じでございますけどね。それでは続きまして、この方でございます。通りすがりの町尾さんが今日話してくれる。はい、すがりさん、今日もよろしくお願いします。参りましょう、どうぞどうぞ。通りすがりの満身王さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、こんばんは、にんまり顔。こんばんは。シャーザーの件についてダルビッシュ有が2年前に本質的な部分での解決が必要だと意見していたので紹介します。取締り強化から約2年、うん、不正投球の角で退場処分を受けた投手は、うん、21年6月のヘクター・サンティアゴ、マリナーズ、同年8月のケイレブ・スミス、ダイヤモンドバックスに次いで今回のシャーザーで3人目となる。ちなみにアメリカでは退場を宣告したのがいずれも同時審判だったことも波紋を呼んでいる。実は MLB 機構は今季開幕前に不正投球の取り締まりをさらに強化する旨を書く球団に通告していた。4月15日には
ヤンキースのドミンゴ・ヘルマンが異物付着を発見されながら、手を洗うことを条件に継続して投げることを許可され、それに抗議したツインズのロッコ・バルデリ監督が逆に退場処分を受ける事件も起きていた。それよくないね。不正投球で退場処分を受けた投手には、即10試合の出場停止処分が下されるが、機構への不服申し立ても可能。果たしてシャーザーの有罪は確定するのかどうか、確定しました。今後の展開に注目が集まる。確定ですよ、あれは。同時に今回の一件は、審判団による取締り強化は不正投球問題の本質的な解決につながらないのではないか、という懸念を改めて炙り出したとも言える。本質的な問題とは、ローリングスが供給している MLB の公式球が滑りやすい点だ。ボールそのものを改良して、投手が投げやすくすれば、問題のかなりの部分は解消するはずだ。そこに手をつけないで取り締まりを強化しても、結局のところはいたちごっとに終わるだけではないか。21年6月、SI の記事が出た直後のダルビッシュ有、パドレスのツイートが示唆に富んでいる。なぜ日本では滑り止めは使われないのに、MLB では使われるのか。ボールに問題があるって MLB は分かってんのに、お金のためカズッと滑りまくるボールを提供してくる。分かってるんやから、そっちを先にどうにかしましょう。そうだね。実は確かに MLB は今期から 2A でより滑りにくく握りやすいボールの試験運用を始めている、うん、素晴らしいじゃないですか。効果があると実証されれば、近い将来 MLB でも導入されるだろう。話は変わり、血液型占いというものがあるが、はい、皆さんは信じていますか？信じてますよ。日本でもだった。特に B 型の人は常にマイペースで、うん、周囲にとらわれずに行動するために嫌われやすいと言われることもありますが、こと仕事に関しては非常に優秀な血液型と言われています。そうなのよ。頭いい。B 型の人は好きな仕事にはのめり込み、凄まじいまでの集中力を見せる B 型。しかし、興味を持てない仕事では、まるで息が上がらず、平均点以下の成果しか出せないことも。なぜこんな話を突然したかというと、大谷選手の血液型が B 型なんです。そうなの、知らなかった。ちなみに投手として MLB での道筋を切り開いた野茂英雄さん、そして世界一の安打数でギネスにも載っているイチローさん、はい、また日本での4番といえば必ず名前の出る長嶋茂雄さん、はい、皆さん B 型です。そうなの。そして大谷選手の兄貴ともいえるトラウト選手も B 型なんです。なんでしてんの。 B 型で末っ子の傾向は、 B 型も末っ子も楽天的で好奇心旺盛、自分の興味のあるものに夢中になるところが共通しています。このタイプは行動が大胆すぎて周囲を驚かせがちですが、憎めないキャラクターで人気を集めます。都合の悪いことを笑ってごまかすのが得意です。まさしく世界中から愛されキャラとなっている大谷選手そのものですね。今日は違った角度から大谷選手を分析してみました。皆さん楽しめたでしょうか、ね、楽しめました、うん、そして最後に、自分も B 型人間です。笑い、お後がよろしいようで。お後がよろしいようで。いやいやいや、あの大監督、大貞治監督は何型かな、新潟かな。いや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 、そうですか。アメリカの方で面白い話があるんですね。オタクは何型ですかって、赤いですって。あんまりね、アメリカの方ではそういう話題になってないようでございますけどね。日本は結構ね、私も日本で習ったんですけど、結構ね、 A 型 B 型 C 型 C 型ないんだけど、 AB と O 型、私は O 型でございましたね。まあそういうことでございまして、なかなか、あ、すっきょういい話題ですね。鳥すがりさんね、取りすがりによくいろんなもの持ってきていただいてくるんで、非常に感謝でございます。ありがとうございます。ということでございましたね。今日も本当にね、長くなりましたけど、皆様のおかげでなんとか無事に お会えることができました。初めて見てる方々はぜひ、チャンネル登録お願いします。そしてコメントの方も遠慮なくコメントをお願いできればと思っております。はい、そんな感じでございますね。はい、今日はどこの辺で、やっぱりあれですね。これでしょう。どう見てもね、これですね。はい、これですね。はい、ここで、グレテストショーマン、これ出てますよね。ちょっと髪が、あの彼が皆さんに見えるかな。はい、これ英語で、はい、
The Greatest Showman Puts on Masterclass のショーを彼入れました。大谷さん素晴らしい。はい、ということでございまして See you later Alligator。 あ、いい音するね。 See you later Alligator。 あ、いい音するね。はい、どうもまた本当にありがとうございました。また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。